グランドオペレーション。マップを複数の作戦日を通してパラシュート降下し、爆薬を拾い、防衛側の兵士と戦いながら目標まで爆薬を運ぶ。続く作戦日には様々なモードとマップが登場する。ゲームモードによりその日の戦闘結果は次の日の勝利チームの開始条件に影響を与える。最終日が引き分けだった場合は決着をつけるためもう1作戦日が追加され、資源などが限られた中、白熱のファイナルスタンドが行われる。連携し守りを固め敵を破れ、これは全面戦争だ。ドイツ軍はオランダの中立を侵害し、大規模侵攻に先駆け、敵は空挺部隊によりこちらの下方陣地を叩くつもりだ。下方を守り通せ。下方なしではドイツ軍の兵員輸送を阻止することはできない。
をつけろ。目標ドックに爆薬を仕掛けられた。投下してくれ。医療爆弾。
惨事だ。全大型火砲が失われ、ドイツ軍の着陸地点の砲撃は不可能になった。連中はこの成功を好機と捉え、本格侵攻を開始するに違いない。神を救いたまえ。火砲を失ったことでドイツの大規模な輸送作戦を阻止できなかった。連中の部隊が市中央に迫っている。我々の防衛線がロッテルダムの最後の砦だ。決して諦めるな。まだ全てが失われたわけではない。そこは危険だ。攻撃だ。撃て。おお、叩いたな。
命政兵を頼む。目標米艦を奪われる。直してやる。もうバッチリだ。ありがとう。Yeah.
標ベーカーを喪失。Come on.
我々はドイツ軍に対し力を見せつけた。敵はロッテルダムの制圧を諦め包囲線へと移行した。最終的な敗北は避けられず、現在は降伏に向けた交渉が進められている。これ以上の市民の犠牲は避けなければならない。降伏の話し合いにドイツ軍は爆撃で応えた。市中心部の破壊は野蛮極まる行為であり、到底受け入れることはできない。我々は反撃の指示を受け、これからそれを実行に移す。ドイツの手からロッテルダムを解放する。そこは危険だ。そこは危険だ。待て！そこに注意しておけ。おい、そこに注意だ。そこに注意だ。危険だぞ。
手当てする。
手榴弾撃つぞ。手榴弾をくれてやる。勝利だ。ドイツの苛烈な総攻撃に対し我々は生き残った。しかし再度の空爆の脅威に対しオランダは降伏を選択した。オランダ政府王室は避難のためイギリスへ向かっている。彼らにはまだ未来がある。